今日は楽しいライブの日、歌おう歌おう、昔懐かしあの歌を、ハモろうハモろう、行こう行こう時代へ、行こう行こう時代へ、フリクリホリクラ、フリクリホリクラ、今夜は懐かしレッツゴーや、ヘイ、どうもー、フリクリホリクラでございますが、別名渚&降雪ということで、おいちゃんだよ。はい。でまた別名が監督と おいちゃんということで、ね、おいちゃんだよ。はい。いうことで、今日ははるばる、大分から南降雪さん来ていただきましてありがとうございます。ありがとうございます。私は天国から、ね、天国はい、やってまいりました。できるのあれそう言われたら。おいちゃん。本物ね。本物はもうちょっとこういうメガネかけなかったんですよ。こういう目がね。そっくりやね。近づけていくな、どん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 。すいません、小さい声でそっくりやねとか言わないでください。これ、見えへんね、これね。で、動画入っていく。見えのかい、なんか、ニトベイナゾーにも見えてますね。今の目がね。見える、見える。はいはい。何やったっけ、500円。いろいろ値段があって、ええわ。ありがたいですね。誰かに、ね、見てるということは。4回目の、まあ、レッツゴーあの頃のヤングですけれども、今まではね昭和アイドル歌謡という縛りだったんですけど、今回はちょっと緩和しまして、普通 の昭和歌謡でも結構です、アイドルじゃなくても結構ですし、で昭和フォークも OK、 昭和ポップスも OK と、レッツゴーヤングも結構ね、ああいうポップス系の歌詞も出てましたんでね。そうそう、はい。皆さんレッツゴーヤングという番組知ってます？知ってます？ムーンブローの皆様はご存知でしょうか？知ってます？アメリカでもやってた。人の話聞いて、聞いてないね。アメリカでもやってたって。まあええわ。はい。じゃあ1曲目いきまーす。ワン、ツー、スリー、フォー。ああ、だから今夜だけは君を抱いていたい。明日の今頃は僕は汽車の中、旅立つ僕の心、知っていたのか、遠く離れてしまえば愛は終わると言った。もしも許されるなら、眠りについた君をポケットに詰め込んで、このまま連れ去りたい。ああ、だから今夜だけは君を抱いていたい。明日の今頃は僕は汽車の中、ほい、にぎやかだった街も今は声を沈めて、何を待っているのか、何を待っているのか、いつもいつの時でも僕は忘れはしない、愛に終わりがあって、心の旅が始まる。ご一緒に。ああ、だから今夜だけは君を抱いていたい。ああ、
明日の今頃は僕は汽車の中だから、今夜だけは君を抱いていたい。ああ明日の今頃は僕は汽車の中。コード間違えましたね、はいはい、心の旅でね、はい、昭和のね、なんと今から50年前の歌でございました、はい、チューリップでございます。小里さんはまだ小学生でしたね、はい、小学生か、あ、ちゃうわ、中学に上がるか、あ、そうやね、はいはい、あのリアルタイムで見ます、はいはい、今日はね、本当あの多彩なお客さん、ゲストがね、来ていただいてまして、いつも非常に盛り上がるんじゃないかなと思いますが、はい、はい、それでは今度はオフコースの歌をやっていただきますが、秋の柳がね、なかなか寝つけないとかいうのがあるかもわかりませんが、眠れぬ夜という曲でございます、はい、ちょっとチューニングがおかしいですね、はい、なんか喋ってください。オフコースね、有名になったのというか、まあ、本当にメジャーになったのは5人のオフコースだと思うんですけど、この眠れの夜はまだ小田和正さんと鈴木康弘さんの2人の時の、僕はオフコース初め知ったのはこの曲ですね。スマッシュヒット、スマッシュヒットですね、はい、ということで、はい、行きます、はい、たとえ君が目の前にひざまずいて全てを忘れて欲しいと涙流しても、僕は君のところへ二度とは帰らない。あれが愛の日々ならもういらない。愛に縛られて動けなくなる、何気ない言葉を傷つけていく。愛のない毎日は自由な毎日、誰も僕を責めたりできはしないさ。横を通り抜け飛び出して行けるか。暗い暗い暗い闇の中へ、眠れない夜と雨の日々は忘れかけてた。ありがとうございます。
ね、これもね古い歌でございます。1975年、48年ぐらい前ですかね。はい、大体この辺の、ね、歌をやっております。皆さんね、生まれてない頃だと思いますけども、知らないと思いますね。生まれてないね、ケイちゃんね。はいはい、祖母か。祖母って。母ちゃんね、母ちゃんね。さらに、さらにまた古いです。これは73年、73年ですね。はい、今日はあの大分の方から、はい、お越しいただきました。おいちゃんの歌だよ。はい、おいちゃんの歌だよね。はい。おいちゃんだよ。せやけどほんまそっくりやね。そうですか。あ、今日ここ書くませんね。あ、そう、ここ、はいはいはい、ここのほくろがほんまある。そうですね。はい、もうええ。もうええ。マジかだこれ。油性でお願いできますか。なかなかやな。いやでもね、今日ちょっとあの鏡で見たら、はい、実はここにね薄いほくろあるんですよ。あ、ほんまは。ある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 。ね、薄いほくろあるんですよ。あるある。まあどうでもいい話ですけどね。まあ、そういうことで、はい、おいちゃんの歌、はい、神田川です。はい。ワン、ツー、スリー、フォー。「あなたはもう忘れたかしら」「赤い手ぬぐいマフラーにして」「二人でいた横丁の風呂屋」「一緒に出ようねって言ったのに」「いつも私が待たされた」「洗い髪が芯まで冷えて」小さな聖剣カタカタ鳴った。あなたは私の体を抱いて冷たいねって言ったのよ。若かったあの頃何も怖くなかった。ただあなたの優しさが怖かった。あなたはもう捨てたのかしら。24色のクレパス買って、あなたが描いた私の似顔絵うまく描いてるって笑って打たない。いつもじっと窓の下には神田がこっからやね。さっきの人間の小さな下宿、あなたは私の指先見つめ悲しい書いて聞いたのよ。若かったあの頃何も怖くなかった。ただあなたの優しさが怖かった。すいません。古い歌でも皆さんね、多分ご存知だと思いますよ。笑える歌や。笑えて歌やがしも。俺ほとんど聞いてないかもしれない。四畳半フォークとかね、言われてましたね。四畳半フォークやのなんで三畳一間なんですかね。どないなっとんねん。責任者出てこいという話ですね。あれ北条さんがほんまに三畳に住んでたんですか。そうなんですか。まあ。ここ絵はちょっと前に障害物があるからパンツ見えへんわ、はだけてるけど、まあ絵は。
では同じくこれも古い曲ですね、はい、行ってみた49年前の歌でございます、はい、22歳の若いと言ってみましょう、はい、さよならって言えるのは今日だけ、明日になってまたあなたの温かい手に触れたらきっと言えなくなってしまう、そんな気がして、私には鏡に映ったあなたの姿を見つけられずに、私の目の前にあった幸せにすがりついてしまった、私の誕生日に22本のろうそくを立て、一つ一つがみんな君の人生だねって言って、17本目からは一緒に火をつけたのが昨日のことのように、今はただ5年の月日が長すぎた春と言えるだけです、あなたの知らないところへ嫁いでゆく私にとって、そのままで、22歳の別れってね、まあ、名曲なんですけど、これ歌詞を聞いてみたらね、これひどい女ですよこれね、二股かけとるんですよこれね。え、そうなの？そうなんですよ。だから5年も付き合ってた彼氏がいたのに、うん、なんかその時に多分あのすごいええ男が現れたんでしょうね、あの多分ね、あのめちゃくちゃイケメンで、はいはいはい、歌もギターも上手くて金持ってる歯医者とかいう、そ れ, それ何かぶっちゃったそれそれ何かぶっちゃったターとかいう、そういう男が現れてふっとそっちの方の嫁に行ってしまったというねえ、ほんまに僕はあのあれですよ、あの若い頃ね22歳の別れしたことがあるんですよ、あの今日来ておられるね、あのムーングローの愛子さんにそっくりなテルコという女で、え、今日一日テルコで行きますからよろしくお願いします。はい、それではもうちゃっちゃとね、オープニングアクトみたいなもんですから、終わりたいと思いますが、いつもやってる曲はやめて、今日は即席でやってみる。いいですか？ワン、ツー、スリー、フォー。
探し物は何ですか、見つけにくいものですか、カバンの中も机の中も探したけれど見つからないのに、まだまだ探す気ですか、それより僕通りませんか、夢の中へ夢の中へ行ってみたいと思いませんか、笑うことが止められて、はいつくばってはいつくばって、一体何を探しているのか、探すのをやめたとき見つかることもよくある、話で踊りましょう、夢の中へ行ってみたいと思いませんか、探し物は何ですか、見つけにくいものですか、夢の中へ夢の中へ行ってみたいと思いませんか、アンドおいちゃんです。はい、ありがとうございました。